演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、朝日の一本満足バー5種類を食べたいと思います。いちご、ホワイトチリア、ホワイトチョコ、メープル、ナッツ、ブラック、チーズ一本満足って名前なのに一本で満足できないっていうねどうなんですかね。まずはおそらく一番シンプルなこのチョコから食べたいと思います。どんな感じなの、見た感じは普通チョコバー、おちょっと崩れちゃってるよ、もう怖いな、こういうの。ではいただきます。出だしはいい感じですね。チョコレートがほろ苦くて、でもしっかり甘さもあって、男性にも食べやすいシリアルだと思います。美味しそうな名前ですね、これはクッキーみたいな感じかな、しっとり系か。ではいただきます。こちらはしっとりクッキー系統ですね。外側はちょっとサクッともしていますけど、メープルとバターはちょっと探さないとダメですね。はい、次はシリアルイチゴ、これもチョコレートクランチですね。おっと、ザクッ、ワットラインザクッとはしない中、ではいただきます。いちごの甘酸っぱさが本当にすごいです。チョコレートの後からもしっかりきますね。中のサクサクもいい感じ。次はベイクドハニー&クリームチーズ、なんかチーズケーキみたいなイメージなのかな。これもこういうクッキー系統ですね。おっとっと、これは崩れるのがなんていうんだな、まあ断面見せなければいい派だけなんですけど、見せたいんですよね。ではいただきます。こちらも外側はさっくり、中はしっとり系ですね。だけどチーズとハニーをやっぱり探さないと、あ、見つかった。はい、ラストはホワイトチョコレート、これもいい感じのザクザク食感がありそうですね。はい、中身はこうなってます。ドライフルーツも見えますね。ではいただきます。ホワイトチョコのミルク感がいいですね。最初のブラックとはまた違った美味しさがあります。甘さを求めるならこちらですね。これで満足できました。こちらのシリアルチョコレート系統につきましては、いずれも外側にチョコレートが混入されていて、噛んだ瞬間にサクサクとしたパフの食感と音が5色口の中に響いてきました、ね、で、そこから言っていくと、このブラックはナッツがあるんです。ナッツ系統なので甘さ控えめで、男性とかでも食べやすそうですね。甘いのが苦手な方にも本当におすすめできます。で、こちらのいちごはいちごの甘酸っぱさが噛んだ瞬間にチョコレートとして口の中にとろけて広がってくるので、本当に美味しかったです。これが味が一番強かったですね。で、このホワイトチョコレートはブラックに比べると甘めで、口の中に甘い食感とドライフルーツの酸味が来て、でもミルク感も結構強くて美味しかったです。で、個人的にはこちらが一番お気に入りなんですけど、これちょっとここに書いてある期間限定なんですよね。なのでちょっと今あるのかどうかちょっとわからないので、今回はおそらく通例商品であるであろうこちらを採点させていただきます。を代表としてこちらの点数とさせていただきます。限定商品は知ってたらしいんだよね。終わった瞬間にもう商品が売ってなかったりしたらまずいので、まあその前に紹介しろって話なんですよね。で、こちらのクッキー系統はどちらもさっくりとした食感が口の中で響いてきて、その後から口の中に味が広がってるのですが、ちょっとどちらも味が弱かった気がしますね。メープルのバターの香ばしさもチーズの酸味ももう一つ感じられなかったなっていう気がします。チーズの方はよりかろうじて感じることはできましたが、ちょっとそれでもどっか行ったかな、名前負けしてるかなっていう感がいなかったです。ただクッキー系統が好きな方には純粋なクッキーと調べる分にはおすすめできますので、こちらの点数とさせていただきます。難しいですね、こういうのは。それでは猫の恋、駅の中にて開始。猫が駅で会ってる風景、なんだか目に浮かんできますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞。